メイドさんがいるし、豪華な食事が用意されている。素晴らしいやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、イメミの館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、自作デザインのピンクな村、ククルー村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベリでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。それじゃあ、ククルー村に出発。はい、ククルー村に到着。え、めっちゃ可愛い、メルヘン。夢の世界へようこそ。あなたは今、ククルーという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のククルーの世界をご堪能あそばせ。なんか、ピンクメインの村らしいんやけど、え、めっちゃ可愛いね。うさぎや、うさぎ。うさぎがおる。え、超可愛い。ほら、こういうところもピンク。すごいね、なんか、こう、隙間なく、前出たで埋め尽くされとる感じ。めっちゃすごいんですが。あ、そして、あれだね。スペースが少ないため、お着替えセットは、駅前に用意してありますということなんで、ちょ、駅前に。あ、あったあった、お着替えセット。これは、2種類。ってことでいいんかな。帽子は4種類あるけど。とりあえず、ケロッピか、キキララ。よし、私はキキララで行く。ってことは、これで、あと帽子。あ、キキララの髪飾り。で、この中から一つ何かしら選んで、着替えます。そして、プレゼントの、青いウサギ風船。じゃーん。こんな感じで。え、かわいいかわいい。ファンシーな感じになったね。はい、それじゃあ、ちょっと一軒目のお家に。あ、なんかいい。こういう通りめっちゃ良くない？こうなんか歩きよる横向きの姿とかめっちゃいいんやけど。ちょっと待って、こっちに一軒目の家ないわ。じゃ、こっちだ、こっち。あ、家の周りの、ああいう、なんていうの、水路っていうんかな。もうなんかすごいいいね。こういう感じ。カフェだった。カフェの周りだった。ちょ、待って、どこから行けばいいんだ？とりあえず、ここから。ああ、かわいい。もうなんか空間がすべてかわいい。カフェ。うさぎや、うさぎ。そして、メルヘンの橋を渡って、レンガもすべて、このレンガ調の道もすべて、あ、なんか、ちっちゃくハートがある？え、かわいい。え、そしてなんかめっちゃでかいんだけど、家。これは金のバラじゃないか。お金持ちが住んでるんだな。村長さんかな？お邪魔します。こう、なんだか、カジノ経営をしているのかな。カジノ経営をしているということかな。この人何しようやろ。これ受付の人よね、きっと。そしてきっとこれは、お客様が自由に使っていい感じの、なんかホテルのアメニティ的な感じのもの。よし、左の部屋へ。ああ、部屋に入ったらメイドさんがいる。メイドさんがいるし、豪華な食事が用意されている。素晴らしいやん。超お嬢様やね。ホテルとかじゃなくって、え？ホテルとかじゃなくって普通に家ってこと？え、それともこれは、あれか？なんか、客室に運んでくれる、
やつってこと？そしてまあ、ホテルの従業員かな。どうなんだろうか。はい、そして右側の部屋へ。お、右側は、見てこれ、便器金ピカ。便器金ピカよ、やば。うわ、うかつにちょっとお尻とかつけれんやん。そして、花びらの浮かんだ、お風呂。うわ、もうめちゃくちゃお金持ちだ。やばいね。やっぱ個人の家っていうことかな、お金持ちの。はい、そして、2階へ。お？ 2 階は急激に。どうした？どうした？いや、普通にこの辺ですか？あるけど。ちょっと待って、これ、一人で3台使えるってこと？真ん中になんか椅子1個あって、周り、パソコンで囲まれとんやけど。で、この人はそうやけど、こっちの人なんか、めっちゃ、床になんか敷いて、で、ノートパソコン、段ボールの上に広げて、え、ちょっと待って、1階にお金かけすぎたんじゃない？え、でも、ベッド豪華。え、なぜかベッドは豪華。え、どういうこと？ちょっとなんかお金かける割合、おかしいんじゃ。なんかちょっと、ね、この辺、え、机ぐらい買ってあげてよ。なんかこの理想を保つための現実みたいなのを見せられた。はい、それじゃあ地下へ。びっくりした。え、地下なんか、牢屋？まだ完成してないやろうなーとは思うけど、牢屋？え、まさかの？え、怖。ちょっとした闇の部分が。やっぱお金持ちの家とはそういう感じなのか。え、ちょっと、寝癖直そう。ゾルディック家へようこそ。あ、なんかちなみにこの村の住民さんたちは、村長さんの大好きなハンターハンターのキャラクターの名前をつけてるらしいです。私、ハンターハンターね、見たことがないんやけど、うわ、お金のなる木。桜の木なのに。お金のなる桜の木。うわ、素晴らしいな。金持ちの考えることは違うな。でも、ハンターハンター見たことはないんやけど、なんか、あれよね、定期的に救済したりとかしよるやつよね。確か。え、てか、ここの雰囲気めっちゃ好きなんやけど、わかる？この、急激にピンクから解放された。え、この空間めっちゃ好きなんやけど、わかる？この小道の感じとか超好きなんやけど。ちょっと私の好みに。あ、どうも。キルア。ナルカミ。キャラクターの名前かな、ナルカミっていうのも。キルアの技の名前です。お邪魔します。ちょっと素朴な家やね。あ、かわいい。これなんか、ハンターハンターのキャラクターか何かっていうこと？もしや、ナルカミっていうキャラクターやったりする？違うかな？違うかな？なんかめっちゃポップな感じで可愛い部屋。子供部屋っていう感じがする。はい、それじゃあちょっと奥の部屋へ。あ、奥なんかすごい、なんて言うんやろ。これ壁と床は、え、床もかな？シナモンのやつ？壁だけかな？なんかパステルな感じですごい好き。え、すごい良き。そしてテレビもなんか何気に水色なんよね。私いつもピンクにしたいって言うけど、水色もいい。なんか清潔感すごい出る感じよね。え、この空間の色もすごい好き。はい、そして、なんか特にこの入ってすぐのところがめちゃくちゃ濃い色でいっぱいやけん、
奥のあのパステルチックな感じがちょっとね、いい感じのバランス。はい、それじゃあ2階へ。あ、2階かわいいな。え、2階めっちゃかわいいな。ポンポンプリン。ポンポンプリンと、ま、スイーツ？この2つで構成されている。あのキルア、キルアって子やったっけ？あの子は男の子？よね。こんな可愛い感じなのか。多分あのキャラクターは見たことあるような気がする。はい、お邪魔しました。はい、それじゃあ、お、またピンクの世界に戻ってきた。ピンクの世界。この辺、夜になったら多分イルミネーションすごい綺麗な感じ。桜の前。ん、そして、またちょっと、この小道に入ったところに、イルミくん。何？ちょっと寡黙な感じのキャラなのかな？あ、ここもいいね。お邪魔します。お、な、すごいシンプル。あまり物を持たない主義ですか？あ、かわいいベッド。何柄なんやろ。これは、あれですか？ダルメシアンみたいな感じの柄なんかな？え、かわいい。かわいいし、なんかクールな感じで統一されとっていいね。私、こんだけ家に物がなかったら逆に落ち着かなさそうな感じが。そしてほら、ちゃんとね、プライベートを守られとるよ。寝るところ。必要最低限のものしか持たないミニマリストの方かな。はい、それじゃあ2階へ。2階も超シンプル。もうなんかここに座って、静かに読書を楽しみます。みたいな。ちょっと落ち着きたいから2階にやってきたっていう。1階でも十分落ち着けそうやけど。はい、お邪魔しました。多分服もあのハンガーラックにかけとるあれだけなんやろうね。うわーすごいわ、私服とかどん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 買っていってしまうけんな。はい、そして最後のお家がここか。ん、ここはもう家も全体的にピンク。お邪魔します。あ、どうも。アルカ村長さん。マモタン大好き。誰？あ、カービー！え、かわいい！壁も一面カービーや。え、やば。あ、これすごい合っとるね。これキキララのやつやろ？キキララのこのテーブルに、見て、これ 3DS カービーのリメイクしとる。え、めっちゃ合う。星のカービーだけにね。で、クッションは、カービィとワドルディ。え、かわいい。ほら、え、やばくない？やばくない？カービィグッズで溢れとるよ。カービィ好きなんやね。私はついこの間、カービィのゲームを、昔のやつやけど、初めてやって、楽しかったよ。レトロゲームで。はい、それじゃあ左の部屋へ。左はちょっとあれやね。大人っぽい感じと甘い感じが合わさっとるっていう。ハンナちゃんとか合いそうやね。この辺色合い的に。かわいい。なんかちょっと、大人っぽかわいい感じ。黒とピンクの組み合わせってなんかね、そういう感じよね。いいよね。私は結構好き。そして、右側の部屋へ。あ、右側はなんか、まためっちゃ乙女な感じや。ね、左側はちょっと大人っぽい。ちょっとパンク要素の入った、大人レディースみたいな感じ。何が言いたいんかちょっとよくわからんけど。
やったけど、こっちなんかすごい、なんて言うん、清純派というか、清楚な感じ。なんか濃いピンクと薄いピンクで対照的な感じやね。私的には、こっちの部屋派かな。こっちの部屋が好きかな、私は。薄いピンク。でもこうなんか女の子らしくってきっちりした感があるのに、一応ベッドはね、起きたそのまんまっていう。ぐしゃっ。そういう人間らしいところもいいと思う。あ、ちなみに、さっきこっちの部屋に戻ってくる前にあったやつ。あれだ、マモタン。あれ、マモルっていう子やったよね。マモタン大好き。なんなんやろ、鳥系住人。ちっちゃい鳥系住人。はい、そして2階へ。ん？あ、かわいい！え、かわいい！これ、あれじゃない？デデンネじゃないの？ポケモンの。え、めっちゃかわいい！え？超かわいい！え、やばい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 。私、カービィよりもこっちのデデンネルーム派かもしれない。え、超かわいい。いい。え、このルームライトかわいいんやけど。いいね。いいね。なんかめっちゃテンション上がったんやけど。え、すごい、かわいい。上に乗った。へぇー。デデンネってなんかすごい人気あるよね。めっちゃかわいい。いいわ。なんか一生この部屋におれるような気がする。良き。超テンション上がる。そんな特別好きっていうわけじゃなかったんやけど、ポケモンで。でもさっきの部屋すごい可愛かった。はい、そして地下へ。お、地下はまた、もうなんか照明からしてピンクって感じやね。ハッピーバースデー、お誕生日なのね。そして、まあ、サンリオを基調としてて、ケーキもパンダっていう。いいね、いいね。夢川だね。でも私は照明は結構普通な感じの照明の方が落ち着くけん。ピンクライト。ピンクライトどうなんやろ。この村長さんは落ち着いてるのかしら。はい、お邪魔しましたー。いやー、いいね。いいね。カービィ部屋だけかと思ったら、デデンネルームでめちゃくちゃテンションを上げられたね。え、すごいよかった。ああいう部屋を作ってみたいけれど、難しい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ああいうキャラクタールーム作るのってそのキャラクターをマイデザインで描くっていうのがね、とりあえずめっちゃ難しい。ゲン、私には不可能な気が。Ha ha ha.